ドイチェスダービーはドイツのダービー競争。1869年創設2400メートルの国際 G1 競争。BMW 社が競争のスポンサーで正式名は BMW ドイチエスダービー。7月の第1日曜日にハンブルク競馬場で施行される。ヨーロッパ競馬主要国のダービーでは開催時期が一番遅い。 2014年優勝バシーザムーン1945年は第二次世界大戦のため中止され、翌年再開されたが、ドイツ自体が東西に分かれた影響で、ドクダービーも東西に分かれてしまった。一般的に単にドクダービーといえば、ウエストドイチャスダービーを指すことが多く、東ドイツのダービーは、ダービーデる DDR ともイーストジャーマンダービーとも言われる。そんな中、 東ドイツのビル・クハーンは、東西ドクダービーを勝ち、ドクダービー2冠を達成している。1991年には、東西ドイツ統合により一つとなる。格付けは1973年のグループ制、導入以降、G1 に位置付けられている。2014年レース結果から、レーシングポスト、2014年7月8日閲覧2015年レース、結果引くレーシングポスト、 2015年7月6日、閲覧2016年レース結果引くレーシングポスト、2016年7月11日閲覧2017年レース、結果引くレーシングポスト、2017年7月3日、閲覧2018年レース結果引くレーシングポスト、2018年7月10日、閲覧。ありがとうございます。